ヒーロー GT です。ご視聴ありがとうございます。久しぶりのね、ソロク動画となりますけどね、はい、もうサムネでタイトルでバレてると思うんですけど、はい、この S6 を手放すことになりました。まあ非常に残念ではありますけどね。この車をね納車するときも言ってたんですけどね、まあ3年でちょっと一区切りっていうかね、で今年ね車検なんですよね、はい、でそれを考えてどうかなと思って、この先も乗っていくかどうかということで、手放すことになりました。はい、まあ、こういう動画を出すとねフォロワーさんが一気に減るんで、どうしようかな迷ったんですけど、やっぱね報告はしておかないといけないと思うんで、まあ、理由としてはね、この S6 がギアで乗り換えるというわけではないんですけどね、はい、次の車はね、N 版です。でその N 版もねこの車を買うときに、買おうと思ってたんですよね、でその時にねもう一回スポーツカー乗りたいってことで、まあ、この S6 を乗ったんですけどね、いやこの車はやっぱね楽しいですよ乗ってて、本当を言うと本当に手放したくなくて、でもそういうわけにはなかなかいかないですからね。で持ってれば間違いなくこれプレミアモンなんですけど、そこまで維持する力がないんで僕には、はい、まあね金銭的なことじゃないっすね、まずなぜかっていうとやっぱ、まあ、家族ですね、もううちの親もだいぶ年なんでちょっと厳しいんですよね。で最近はね出かけるとなったらその家族の車で出かけるってことが多くてね、もうこの S6 はもうほぼ通勤ですよね、通勤で使ってるってか、で今ねこの車オードがね4789なんですけどね、全然乗ってないじゃないですか、もうすぐで3年なのに。なぜ乗んないかというと、この車ね、内から出すときに低めの塀があるんですよね、それがね普通の車だったら全然見えるんですけど S6 だと全然見えなくてね、でうちの母親がね毎回ね道路に出てくれて見てくれてたんですよね、これはもう通勤の時とかね、わざわざで、例えばそれが雨の日でも風の日でもね、いつも見てくれてなんか申し訳ないな、最初はね、本当ありがたいとかねありがとうって感じだったんですけど、最近はなんかね申し訳なくてね、まあそういうのも億劫でなかなか出すのもあれかなって感じで、まあ通勤以外ではなかなか出さなかったですね、それが一番大きな理由ですね。でうちの母親も車乗り換えるかもっつって、で次は N 番みたいなこと言ったら結構喜んでくれたんでね、はい、まあ N 番にね乗り換える理由っていうのはね、まあお察しの通りですね、まあ、バイクが積めるとかいろいろできそうなんでね、普通の軽を買うよりは、ただね思いっきりその動画化していくっていうことはあんまりないと思います。例えばバイク乗っける動画とかはやるかもしれないけど、それにバイク乗っけてどっか行くとかね、そういう動画は出しますけど、あんまりドライブ雑談みたいのはやんないかな。まあよっぽどバイクがちょっと乗れないとかさ、そういう時以外は、まあ多少のカスタムはすると思うんで、その動画をちょっと出すぐらいですかね。まあ、このチャンネルはもうねほぼバイクチャンネルみたいになってますからね今ね、
でこの S6 の動画も最後に出したのが、あの日本平に夜に行ったっていう動画をね、確かね去年の6月そのぐらいに出して、それ出した時に自分の中で決めてて、この動画伸びなかったらもうやめようと思っててね、うん、S6 の動画はね、だから、ね、出てなかったんですよ。今どのぐらいかな、6億再生かな、それ再生、うん、でも出した時全然伸びなくて100、200ぐらいだったんで、ああもう厳しいかなって思いましたね、うん。まあ、この S ロゴを買った理由としてもう一つね、そのやっぱ YouTube でちょっとやっていくね、うん。これを買った時はまだ忍者250だったんで、うん、まあ、両方でやってったら面白いかなとか思ってたんですけどね、うん、なかなか今は Z900RS 持ってからいろいろね、おまかまさんも増えて、そっちのバイクにお金をかけちゃってねなかなか S6 にかけられなくなってきちゃってね、うん、まあ、そういうこともありますんで。でも実際はね、去年の年末まではその乗り換えは考えてなかったですよね。まだ乗る気でいましたね、去年のね、まあ、12月にね、ああそっか車検だなと思って、うん、まだ車検は通す気でいたんですよ。まだその時もうちょい乗るかなと思ったけど、でもいろいろね、そういういろんなことを考えちゃってね、このさっきも言ったけど、その親が毎回出てくれる時に見てくれるとかね、うん、そういう申し訳なさもあったんで、うん、まあ N 版がね、特にその人を乗っけやすいわけじゃないけどね、うん、あれはもう貨物車ですかね、トラックみたいなもんですからね、うん、だけどまあ S6 リフよりは乗りますからねでうちの親もね、もうだいぶ80近いかな、うん、でまだ運転はしてるけどちょっと危ういんで、まあ、出かけるときはほぼ俺が運転してるんですよね今ね、うん、でその親の車でどっか出かけることが多いんだけどね、うん、買い物もちょっと付き合う感じで、うん、まあそれが結構理由としてなってますね。でもね、僕はねこの S6 に乗って本当に良かったと思います。本当だったら、ね、もっと乗ってます本当、うん、もっと余裕があればねこれからね乗る方もいると思うんでね、うん、でも全然楽しいですよ。あとまあ欠点はこの視界の悪さですね低いんで、信号待ちで1万先頭に止まると信号機が見えないってこうやってかがまないとそれが欠点ですかね。まあ荷物が積めないとかね、そんなことは多分分かりきってると思うんで、そこは別に割り切ってましたんで僕は大丈夫でしたけどね。で意外に思ったのが、うん、あんまり煽られないなと思って、うん、僕ねこの手の車乗ったらガンガンいつも煽られるのかなと思ったけど、まあ、意外に煽られなかったですね、うん、あとね夜間後ろから車っていうかね、信号待ちで疲れるとめちゃくちゃ眩しい、うん、低いんで、うん、あのね本当いいドライバーさんだと消してくれたりねしてくれる人もいるんですけどね、まあ、ほぼほぼ消してくれないんでめっちゃ眩しいです、うん、でスモーク買ってあったんですけどね、結局貼らずにそのままあります。まあね、実はね、GT 界にも S6 乗りはもう2人いるんですけどね、大木さんも最近買ったんですよ、ね、で池志さんもね乗ってんですけどね、池志さんも乗り換えるって言ってましたね、うん、
こういうねコーナーとか楽しいですよこの車は。で、池さんも多分乗り換えるって言って大木さんにパーツをあげたり売ったりしてる。で、ちなみに N 版は3月中旬から下旬に来ます。どうかな、一応そのまあ動画的に出すかもしれないけど、あんまりそれが N 版がメインになっていくってことはないです。うん、多分まあ車中泊とかねそういうのにしても面白いかもしれないけどね。港公園まで来ました。こうやってね、なんていうかね、通勤以外で乗るのが本当に久しぶりなんで、はい、どうかな、カメラの位置大丈夫かな今日。久しぶりにやったからちょっとずれてたらごめんねって感じで、フォロワーさんが減っちゃうかもしれないけど、まあしょうがないですね。もうちょい乗りたかったけど、本当にね、あのサブとしてね、メインカーとして持つよりはサブとして持ってれば本当にいい車だと思います。あとね、気になる査定金額はね、235万でした。それはどう思いますかね。あの、乗り換えももちろん加味してのその価格ですからね。もっとうまく売れば、もっと高く売れたところもあったかもしれないですけど、まあいいかな、と思ってます。もちろん乗ってればもっとプレミアつくかもしれないですけどね。ちなみにさっきも言ったように走行距離は4794、全然乗ってないですから、まあその辺もかなりプラスされてるとは思いますけどね。で、売るにあたってやっぱねノーマルの方が高く売れますんで、ノーマルに戻さないとダメですね。はい、これとどうかな、外でちょっとパッて撮りますか最後に。はい、ってな感じでちょっとさ外ぐるっと撮りますか。カメラ大丈夫だな、角度。ね、携帯持ってこなかったっすね、俺。また写真撮れんかった。やべえ。はい、どうでしょうか。じゃあ、帰りますか。まあ、最後にどっかドライブでも行きたいんですけどね。まあ、ちょっと余裕があるかどうかわかんないです。はい。よし。外見見るとね、この車かっこいいっすね。今ちょっとザッて撮りましたけど、この車かっけえって思う。いや、ため、ね、手放したくないんですけどね。綺麗ですね。映ってるかな？映ってないか。
今ね、あのノーマルに戻してますね。まあマフラーぐらいですね。うん、あとね、まずねタワーバーを取ったんですけどね、もうそれはもうメルカリで売れちゃったんですけど、タワーバー取ってねすごく効果が分かりましたね。つけた時はねそんな変わんないかなと思ってたんですけど、取ったらなんかボディがふにゃふにゃってかね、うん、やっぱ効果があったんだなと思って、あの俺的にはねあのつけてた方が絶対いいです、うん、タワーバーはそんな高いもんじゃないんでね、おすすめです。で、フラッシュエデータエッジケースのね、うん、それを入れてたんですけどね、フェーズ2だったかな、うん、あのね正直ねそれを僕ねノーマルに戻したんですけど、あんま変わんないですね、うん、めちゃくちゃねノーマルに戻ってタワーダウンしたっていうのはないですね。もちろん上の伸びは確かに違うんだけど、普通にこうやって乗る分には全然変わんないです、はい、全然いいですね、まあ、そんなとこかな。まあ足回りは変えなかったからね結局ね、うん、足回りは絶対変えた方がいいと思う。このノーマルの足のどんつき感はちょっとね、まあ、乗り心地も悪いし、あとまあね、それをこれから乗る方はね、駐車に注意してください。駐車するときにあんまり変なとこ止めない方がいいと思います。なるべく角っことか、うん、あのねぶつけられやすいみたいなんで、俺は結局今のところぶつけられてないけど、ちっちゃいんでね分かんないのかな。特にああいうワンボックスとかね、ミニバンの隣とかちょっと気をつけた方がいいと思います。僕ねいつもね会社に止めるときとかも、ね、気をつけて一番隅に止めてます、うん、まあそのぐらいかな、うん、あとはね安全運転で行きましょうということで、はい、てな感じでね、まあ、S6 の動画は今回がどうかな、うん、分かんないけど、まあ一応最後ということで、はい、N 版の動画は出すかわかんないですけど、さっきも言ったんですけどね、納車ぐらいはやるかもしれないけど、はい、もうまあ出て相当経ってるからね、まあ、レビューもそこそこ出てるし、まあ、欠点も なぜか、まあ、そういう動画を見て分かってますからいいんですけど、まあ、なぜホンダかっていうのはね、うん、それはねまあこの、ね、車もそうですけど、買ったところがねもう30年来の付き合いなんで、なんでホンダなんですよ。それがたまたま鈴木だったら鈴木だったし、うん、まあ、そういうことです。まあ、N 版よりいい版あるよって思われるかもしれないけどね、まあ、僕の中では N 版、まあ、ホンダっていうことなんで、うん、まあ、そういうことなんで、はい、はい、ということでね、まあ、あんまダラダラ喋ってもしょうがないんで、はい、まあ、非常に名残惜しいですけどね、うん、まだまだちょっと僕は乗るんで通勤でも使うし、うん、はい、まあね、ここまでね、S6 乗ってる方ね、見ていただいてありがとうございました、はい、まあ、動画は残りますからね別に全部消えちゃうわけじゃないんで、はい、それではね、ここまでご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。よしよし、わお。